窓妻 9501WH の背面、窓妻9501とは、マウスコンピューターによって開発された、第4世代移動通信システムに対応した、ストレート型スマートフォン端末である。2015年6月18日、市販モデルとして、9501WH が、楽天市場内の自社通販サイト、自社ダイレクトショップ及び一部家電量販店で、発売された。 2011年に発売されたイズ1 2 t 以来約4年ぶりに日本市場に投入された Windows Phone であり、なおかついわゆる SIM フリー端末であるが、通信規格の都合上 AUIC カードを利用、不可能である。法人向けモデルとして Q501BK が用意されているが、背面カバー色がブラックである以外には、性能面では大差がない。2015年12月からは、 搭載 OS を Windows 10モバイルに変更した Q501A が発売された。Q501 の OS を Windows 10モバイルに更新する手段も提供されている。公式サイトで即完売 Windows Phone、m ってどこで買うとお得なの習慣アスキーハット英雄回線で使えますかマウスコンピューター FAQ アーカイブページ白の窓 a d と 黒の窓妻はどう違う待望の Windows Phone をレビュー週間アスキーハットシムフリースマホの新たな選択肢 Windows Phone 窓妻を写真と動画でチェック i t メディアモバイル2015年5月27日日本の技的マークを取得した端末という意味では2014年10月発売の Nokia a m i a 830が 一応存在するが、同端末は日本マイクロソフトの社員配布用端末として技的マークを取得したもので、日本国内における一般への販売はない。ありがとうございます。